与田ユウは日本のアイドル、ファッションモデルであり、女性アイドルグループ、乃木坂46のメンバー、マキア、ビスのレギュラーモデルである。福岡県福岡市東区滋賀島出身。身長153センチメートル。血液型は O 型。2000年5月5日、福岡県福岡市東区に生まれる。ユウの名は、 父親と母親の名前を合体させて名付けられた。上京するまでは福岡市の東まで育った。家の目の前に小学校はあったが、あえてバスで30分ほどのところにある小さな小学校に通った。当時の全校生徒は21人、同級生は4人だった。小学生の頃は活発で海に行って魚を取ったり、山に行って木に登っては落ちたり、 ミミズを集めた数を競い合うような子供だったと本人は振り返っている。また憧れていた先輩に誘われ、ダンスを4年間習っていた。小学校卒業後は地元の中学校に通う。中学2年生の終わりまでテニス部に所属していた。部員が女子しかおらず、友達とアイドルの曲を歌ったり踊ったりしていたことからアイドルに興味を持ち、乃木坂46が好きになった。 中学校卒業の時期には、周りの同級生は目標を持っているにもかかわらず、自分は将来像が描けないということで悩んだが、その頃に、乃木坂46の3期生オーディションが行われるのを知った。アイドルが好きでやってみたい気持ちがあったため、受けなかったら後悔すると思いだめでもともとの考えで応募した。2016年9月4日。 乃木坂46の3期生オーディションに合格。オーディションでは、ヘンダーソンの石焼き芋の歌を歌い、ショールーム部門ではエントリーナンバー9番として、ショールームの配信を行った。合格発表後、ラインライブで、乃木坂463期生決定スペシャルが生配信され、合格発表と同時に、乃木坂46での活動を開始。 出版社コラボレーション特別企画賞で、ブロディー、オーバーチュアー、BLT の特別賞を受けた。同年12月10日、日本武道館で行われた、乃木坂463期生、お見立て会でファンに初披露され、裸足でサマーで、センターポジションに立った。同年12月19日、乃木坂463期生ブログが開設された。 当時のブログは3期生が1日に1名ずつのリレー形式となっており、与田は12月30日より12日ごとにブログを書いていた。2017年2月2日から12日にかけて3期生初公演となる3人のプリンシパルが15、公演実施され3役を制覇した。同年5月9日から14日にかけて3期生初の単独ライブとなる。 乃木坂463期生単独ライブが8、公演実施され、多くの曲でセンターポジションを務めた。同年7月10日、乃木坂工事中において、乃木坂46のィーンスシングル、逃げ水で、大園桃子と共に初選抜にして、初のセンターを務めることが発表された。同年8月11日より行われた、 乃木坂46真夏の全国ツアー2017、ゼビオアリーナ仙台公演において、センターを務めている楽曲、逃げ水でステージに登場した際、ヨダの腰あたりのベルトに、大きなスマホが挟まったままパフォーマンスをしてしまうミスをしてしまい、当日は、裏でめちゃめちゃ泣きながら謝っていたとキャプテンの秋、元真夏が語っている。 同公演でソロ写真集の11月28日の発売がサプライズ発表され、同時に撮影が開始された。タイトルは後日、日向の温度と発表された。同年11月22日、モクドラ25、モブサイコ100に、主人公モブの幼馴染、高熱ぼみ役で出演することが発表された。同年12月26日、ファーストソロ写真集、 日向の温度を発売。写真集は、オリコン2018年上半期ブックランキングの写真集部門で7位、同年間ブックランキングの写真集部門で10位を獲得し、推定累計売り上げ約6万6千部、累計発行部数約10万9千部を記録した。2018年2月22日、乃木坂46公式サイトで、ヨダの個人ブログが開設される。 2020年3月4日、第6回パワーガール大賞のエンタメ部門を受賞。同年3月10日、セカンドソロ写真集、無口な時間を発売。同年9月1日、新型コロナウイルスに感染したことを発表。自宅療養を経て再度 PCR 検査を受けた結果、11日に陰性の結果が出たため、14日から活動を再開。 同年11月30日、セカンドソロ写真集の公式インスタグラムアカウントを、個人のアカウントとして引き継ぐ形で運用を始めた。2021年3月4日、第7回カバーガール大賞が発表され、エンタメ部門において2年連続受賞した。愛称は、ヨダちゃん、ヨダちゃん、ヨダチョ、ヨダヨダ。チャームポイントは茶色い目、声。家族構成は父、母、弟。 キャッチフレーズはちっちゃいけど色気はあるとよ。長所はやるとき流行ること。短所は容量が悪いこと。忘れ物が多く注意力と記憶力がなく抜けていると自称し、学校に筆箱と間違えて同じく黒色のリモコンを持っていったことがある。乃木坂46のレッスン初日には同期である久保しおりと共に、 レッスン場を間違えた上に帰りにシューズをレッスン場に置き忘れたり、レッスン機を持参し忘れたり、ペットボトルの蓋を閉め忘れたり、すべての持ち物を忘れて、美容院から帰ろうとしてしまったことがある。また、極度の方向音痴で、東京だけでなく、道が単純な地元でも迷ってしまうことがある。AKB48 の福岡聖奈、浅井七美、佐藤姫とは、高校時代の同級生で、 クラスメイトであった。地元の川ではイノシシに襲われたこともあり、イノシシと遭遇した時の対処方法を自分で習得した。高校時代は地元にある満ン層で中居としてアルバイトをしていたことがある。好きな食べ物は焼き芋、もつ鍋、ケーキ、豚骨ラーメン、お肉、フルーツ、クレープ、焼き鳥、おつまみ系、ジャガイモ、ブルーベリーヨーグルトスムージー。 嫌いな食べ物は牛乳、キノコ類。好きな色は赤、ピンク系。クリスマスカラーの赤と緑の組み合わせが好き。好きな季節は秋。理由は暑いのと寒いのが苦手で花粉症であるから。なお花粉症は幼稚園に通っていた2歳から3歳頃に発症して小学生の頃には目がかゆすぎて血が出るほどだったとのこと。好きな数字は9。好きな曲は 井上その子、夢。好きな本は、ラーム。好きな映画は、世界の中心で、愛を叫ぶ。好きなファッションブランドは、ダズリン、シュプリームラ、ラ、幼児山本。好きな言葉は、自分がされて嫌なことは人にもしない。好きなテレビ番組は、乃木坂工事中、ミュージックステーション。テンションが上がるのは、絶叫マシーンに乗った時。趣味は、映画やドラマを見ること。 また、動物に囲まれて育ったこともあって、動物が好き。実家には庭、その周りには丘や草むらがあり、庭では犬、猫、うさぎ2匹などを飼っている。かつて飼っていたヤギは2016年12月29日に飼い始めてから数ヶ月で池を引き取ったが、その後新たなヤギを飼い始めた。ヤギとの出会いについては、庭に草がたくさん生えていて、 お母さんがヤギに食べてもらえたらいいねと言っていたら、ある日突然家にヤギがいたと語っている。特技は一輪車に乗ること、誰とでも仲良くなれること、話を聞くこと、水泳。一輪車はお見立て会でも披露された。通っていた小学校の児童が少人数であったため、毎年運動会で全員での一輪車演技があり、その関係で、 小学1年生の頃から一輪車を始めた。高学年の頃は片足乗りやバックなどもしていた。スポーツは小学校での一輪車、水泳5年間、スケート、中学の部活でのソフトテニスの経験があり、好きではあるものの、一輪車と水泳を除いてあまり得意ではない。スキップができなかったが、お見立て会で披露するガールズルールのレッスンで何とか習得した。しかし、 その後の3人のプリンシパルで披露するぐるぐるカーテンのレッスンでも苦しんだ。2017年8月7日放送のテレビ番組、乃木坂工事中の18枚目シングルヒット祈願企画で、海亀に会うためにスクーバダイビングのシーカードライセンスを取得した。乃木坂46で憧れのメンバーは、生田絵里花。乃木坂46で目標にしている人は、生田絵リ花と、 西野七瀬。乃木坂46で好きな曲は、光合成希望、羽の記憶、悲しみの忘れ方、立ち直り中。乃木坂46で好きなミュージックビデオは、羽の記憶、悲しみの忘れ方、立ち直り中。乃木坂46の好きなところは、衣装も歌もダンスも先輩も可愛いところ。乃木坂46での仕事に対して、 普通の高校生の当たり前を捨てるだけの価値がある世界だと思うので一生懸命やっていきたいと語っている。乃木坂46坂道 AKB 乃木坂46ありがとうございます。